トッシー・スピバコフスキーは、ロシア出身で、アメリカで活動したバイオリニスト。本名は、ナタン・スピバコフスキー。オデッサの出身。ベルリンで、アリゴ・セラートとビリー・ヘスに支持する。10歳でデビューを果たし、13歳で、ヨーロッパツアーを観光して、名声を高めた。18歳の時に、ビルヘルムフルト・ベングラーに認められて、 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団のコンサートマスターに抜擢されている。1920年代から兄のヤシャスピバコフスキーとデュオを結成し、エドモントクルツを加えてピアノトリオとしての活動も行うなど、室内楽での活動も活発であった。1933年にオーストラリアへ演奏旅行に行き、メルボルン音楽院の教授の職に就いた。 1940年に渡米して、ニューヨークに住み、アルトゥール・ロジンスキの率いる、クリーブランド管弦楽団のコンサートマスターを務め、1943年には、バルトーク・ベーラのバイオリン競争曲、第2番のアメリカ初演で独奏を担当し、ソリストとしての名声を確立した。 1974年から1989年までジリアード音楽院のバイオリンと室内医学の教授を務めたコネチカット州ウエストポートにて没。ありがとうございます。